はい。それではですね、論文執筆に向けた戦略ということでお話ししていきたいと思います。まあ、あのですね、んと皆さんを含む多くの学生の方、まあ,あ、個人的にはですね、これは学生だけでなく、ほとんどの研究者の方がですね、論文を執筆するときに、おそらく直面する状況ではないかなと思っていることなんですが、 あのですね、皆さん、あのー、こう、論文を書き始める時の状態。 でこのような感じになっているのではないですかね。まあ、こう頭の中がですね、こう研究を通じて得られた知見がこう大量にあって、まあ、おそらくあのなんですか、ね、と実験やシミュレーションやらで様々なトライアンドエラーをも繰り返した結果ですね、まあ、このようにいろんな情報がこんがらがってです、ねまあ、こう混沌とした状態にあると。まあ、そのような状況から、まあ、おそらく論文を書き始めるという人がまあほとんどなのではないかなと思います。 思っておりますで。このような状況でですね、まあとまあ、皆さんよくやってしまうのがです、ね、まあ、とりあえず書き始めてみると、まあ、論文をこう書き始めてみるという行動に出られる人が多いと思うのですが、 そういうことをするとですね、まあ基本どのようになるか、大体まあ結果は同じだと思うんですが、まあ私自身も昔このようになったんですが、まああの頭の中がですね、まあ混沌とした状態で、まあそれを文章にしたところで,ですね、やはりその結果は、あのまあ混沌としたものということになるはずで、まあおそらくですね、まあこう、 それをですね、まあ、例えば、その指導教員の方に、まあ、見せたりすると思うんですが、まあ、おそらくですね、まあ、あの、一番身近に、あの、皆さんの研究を知っている人が、まあ、指導教員であったり、まあ、先輩もあるかもしれませんね。あの、だと思うんですけど、まあ、そういった方でさえ、まあ、こう、よくわからない。 といったことは、まあ、よく起きますね。で、まあ、この、書かれている論文がですね、こう、英語である場合、まあ、ネイティブですとか、まあ、添削業者の方に、こう、見せるといったこともあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あの、当然ですね、その研究の内容を全く知らない人がですね、まあ、あの、<laughs> こう、混沌とした文章を見せられてもですね、まあ、その内容を理解する手がかりがないので、まあ、やはり、こう、分かってもらえないと。まあ、そういった状況になる、という、 事例をですね、まあこれまであのたくさん見てまいりました。で、そこでですね、まあそういった状況にならないようにですね、私から、まあちょっとこう、 論文の書き方の戦略のようなものをこ,うここで提案したいんですが、まずですね、まあ、一番大事なポイントはですね、まあ、いきなり書き始めるのではなくてですね、まあ、どのようなことをこ論文に載せるのか、まず、まあ、その研究で得た情報を整理していくと、まあ、そういったことから始められては、まあ、いかがですかということになります。まあ,あのですね、まあ、ちょっと具体的に言うと、こうけん 研究で得た、さっきほの図の通り、混沌としたこの情報の中からですね、こう重,要な情報の重要な情報の要素のみをこうピックアップしていくと。で、まあ、あの私ですね、こ,うまあ、これから説明していくんですが、まあ、どのような情報が分、まあ、かりやすいいい論文を書くための,あの鍵となるか、まあ、20から30項目のですね、まあ、その… 要素を定義しましたので、まあ、それに合わせてですね、ぜひとも重要な情報要素をまずピックアップしていただくと。まあ、それを行って、まず最初それを行うことから始めてほしいというお話になります。そしてですね、まあ、その重要なこの情報要素ですね。また、あそれをですね、挿入すると、まあ、ほぼなんとなくテンプレートになるといった まあそういうテンプレートを用意しましたので、まあ、それらをですね、テンプレートに挿入していただいて、こう、まずは用紙、まあ、アブストラクトという方もいると思うんですが、それを完成させると。まあ、そういった流れで、こう、論文執筆に取り組んでいただけたらなと思っております。 で,です、ね、まあ、この、まあ、用紙をなぜ最初から完成させるのかというとです、ね、まあ、それをもとにです、ねまあ、他のセクションをこう完成させていくことができると、まああの割とシステマティックに他のセクションをこう書いていくことができるという、まあ、利点があります。 でですね、まあ、こういった理由でですね、あの、まあ、これは結構様々な意見があるところなのかなとは思ってはいるのですが、まあ、私の意見としてではですね、あの、論文を書くときは、まずは、こう、用紙を最初に、まあ、しっかりとした用紙を最初に完成させると。まあ、そしてですね、まあ、これがなぜ大事かというとですね、この、まあ、要するにですね、用紙を書くということは、まあ、研究を通じて得た、まあ、情報、まあ、先ほどの、あの、混沌とした情報、 混沌とした情報をですね、こう整理していくこととまあほな、ほぼ同じ意味だと思っていますので、ね、まあ、せっかくそれをやるのならですね、まあ、論文の一部となる用紙をこう書いてしまってはどうだろうかと。でですね、まあ、その用紙をもとに、先ほど申し上げました通り、まあ、他のセクションを書いていっていただくんですが、まあ、このようにすればですね、おそらく、まあ、あの論文の方向性というものがですね、割と定まった状態で、まあ、本あのメインの パートをですね、論文のメインのパートを書き進めていくという,こう手順になるので、まあ、おそらくその まあ様々な論文に関する議論。まあネイティブの方や指導教員の方や添削業者やこう同僚の方との議論がですね、まあ極めてこう建設的なものになるのではないかなと。まあその何を言っているか分からないと言われてしまうのがですね、まあ一番困るというか、まあ、非建設的な議論だとすると、まあその定まった方向に向けてですね、こうみんなの意見を交えて、 良い論文に仕上げていくと、まあ、それが結構建設的な議論だと思っているのですが、まあ、そういった作業が可能となると、そのように考えております。はい、ここでの説明は以上になります。